安全運転。Looks like your little vacation is over. さあ、行きますか。よし。いつでもいいぞ。腰抜き野郎が。相手してやる。覚悟。ミトロちゃんが。I think I love you. 調子出てきたぞ。相手してあげる。Tag in! 終わらせる。私の出番ね。手加減はなしだ。よし、やるぜ。行くぜ行くぜ。よし、よし、やろうに勝利。よし。もういいだろう。行くぜ。俺の気持ち受け取ってくれねえか。なんだ。わかった。よろしくな。体が軽い。出発するか。なあ、ちーちゃんよ。ん？あかねさんってよ、どんな人なんだ？なんでそんなこと聞くの？いやさ、
俺にとって茜さんってやっぱ母親っつうよりも俺のおやっさんが惚れた人なんだよな。俺にとっておやっさんってのは人生の目標みてえな人だから、そんなおやっさんが惚れた相手ってのがどんな人だったのか気になってよ。なるほどね。なら私がどうこう言うのを聞くよりも早いとこ茜さん見つけて直接お話しするのがいいと思うよ。変な先入観持たせちゃうのも嫌だし。そういうもんか。そういうもんよ。でも一番はいいね。え？何がだ？一番がどう感じてるかはさておき、実際茜さんは親御さんかもしれないわけでしょ。そういう家族に会いたいって思えることがいいなと思って。ちいちゃん。あ、おい、着いたみたいだぞ。あのマーク、パレカナじゃねえか。パレカナ？ハワイのあちこちでボランティア活動やってる団体だよ。炊き出しとかビーチのゴミ拾いとかいろいろな。ボランティアに興味あるなんて意外ね。一度パレカナのフードバンクに行ったことがあるんだ。フードバンク？スーパーやレストランの廃棄食材を集めてホームレスとかに配るんだよ。トミー、そんな活動してたのか。立派じゃねえか。ヤグダ、もらいに行ったんだよ。そっちかよ。何かご用でしょうか。突然押しかけてすんません。俺たち、茜さんって女性のことで。もしかして見つかったんですか、茜さん。先ほどはすみません、てっきり警察の方々かと。いえ、こっちの方こそぬか喜びさせちまったみたいで。私、ここで働いているデイナと申します。かれこれ20年も茜さんの下で働いてきました。そんなに？なのに突然いなくなってしまって。茜さんがいなくなったっていうのはいつのことなんですか？もう13日も前になります。書き置きが残されていて、それっきり。13日。ちいちゃんが茜さんがいなくなったって言ってたのとちょうど同じタイミングだな。そうだね。レイナさん、書き置きには何て？事情があり退職しますって一言だけ。責任感の強いあの人がそれだけでいなくなるなんてありえない。でも字は確かに茜さんのものでした。警察には届けたんですか？もちろん。でも筆跡鑑定で書き置きが本人のものと判断されて、なら事件性はないということで、詳しい捜査はしてもらえないままなんです。あの、何度も聞かれたことだとは思うんですが、茜さんの行き先に何か心当たりは？いいえ、残念ですが。そうですか。Miss Dana, you won't believe it! Yeah, the tomatoes we planted turned out huge! Wow, I see that. Why don't you share some with our guests? Okay! Huh? Here you go! Oh, arigato na! こりゃうまそうだ。施設の畑で栽培しているんです。へえ。Who are they? They're a friend of Akane's. Really? Does that mean Miss Akane's coming back? Sweetie, that's still gonna take some time. Aww, how long? I really want to see her again. I wish I could give you an answer. Hey, I know. Why don't you go fetch a watermelon too? Find the biggest one you can.
on it! われてたんですね、アカネさん。ここの子にとってアカネさんは母親同然ですから、時々アカネさんのことをハワイ一の子だくさんなんて言う人もいるんですよ。アカネさんが面倒を見た子はもう100人以上はいるんじゃないかしら。そんなにたくさん？ええ、ここで働いてもう40年になりますからね。40年。彼女が日本を脱出して数年後にはここで働き始めたことになるな。つまり沢城の頭が茜さんに会った時には彼女はもうここで働いていた。ここの子供たちのためにハワイに残ったってのか。デイナさん、茜さんの過去のことで何か聞いていることは？いえ、ご自分のことは話さない人だったので。失踪前、茜さんが誰かと揉めたり恨まれていた様子は？茜さんに限ってそんなことは。あの人は誰よりも競技に沿って生きてましたから。競技？パレカナの競技です。私たちはネレシンの教えに従い生きるパレカナ教の信徒なんです。ああ、そうだったのか。パレカナってのはボランティアグループだと思ってたぜ。最近はそう思われている方も多いですね。ですがこれでもハワイで数百年の歴史を持つ教団なんです。へえ、数百年か。年季入ってんだな。ええ、パレカナはネレという火山の女神への信仰が起源とされています。火山信仰か。確かにハワイは活火山で有名だな。ええ、ハワイに住む私たちの生活は古くから火山の動向に大きく左右されてきました。火山は私たちにとって恐怖と破壊の象徴であり、それと同時に恵みと再生の象徴でもあるんです。その壮大な存在感に神格を見出すのは人としてごく自然な流れなのだと思います。ええ、日本の火山信仰もよく似た思想がありますね。なるほどな、万国共通の感覚ってやつなのかな。私たちはネレシンが心穏やかに過ごせるよう常に自然の声に耳を傾けて生活しています。もしも人間が自然や火を粗末に扱おうものならその逆鱗に触れてしまうので。だからパレカナのマークは火の形をしてるんですね。はい、パレカナにとって火はとても神聖なものです。京都の家や施設では絶えず火を灯して消えないよう心がけています。ああ、そういえば茜さんの寝室にろうそく型の LED ライトがあった。もしかしてあれって。茜さんぐらいのお年になると火の不始末があると怖いですからね。そういう簡略化したものを備える方も大勢いらっしゃいますし、教団としてもそうしたやり方を推奨しています。火は神聖なものか。さっき子供たちが火の前では静かにしたのはそういうわけか。ええ、風で消さないように幼い頃から習慣づいているんです。へえ、でもなんでまた養護施設を運営してるんです？これも教義に基づくものです。火山信仰を起源としてパレカナでは自然とその中に生きる他者にも慈愛を持って接することを定めているんです。そうすることでネレシンの住まう世界に近づけると。それで養護施設か。大したもんだ。他にもホームレスの皆さんへのシェルターや母子家庭への支援施設など数カ所を運営しているんですよ。俺、パレカナのフードバンクに飯もらいに行ったことがあるぜ。だけど全然勧誘されなかったな。不況のための行動ではありませんから。何の見返りも求めないか。随分と立派な教祖様だな。ここの子供たちは
パレカナの信者のようにも見えるか。強制ではありません。ただスタッフが教徒ですので、子供たちは自然と影響を受けて教徒になることを希望します。特に茜さんの影響は強いと思います。みんな茜さんのことが好きですから。信仰心が強かったんですね、茜さん。ええ、あの人に欲があるとすれば弱き者を救いたいという願いくらいです。だから感謝されこそすれ、恨まれたりするようなことは決してありません。だからどうして姿を消したのか全く見当がつきません。はあ、ここでも茜さんの手がかりはなしか。All right, Dana. We've grabbed all we can. So I'm gonna haul this over to the food bank. Hey, thanks, Callan. Any chance we can throw in some meat or fish to go with it? I wish, but I don't see any fishermen or butchers around here. Think we're good to go with what we got? Well, I guess this'll just have to do then. あの、何かお困りごとっすか？今日はうちがフードバンクの食べ物を担当する日なんです。野菜は提供できるんですが、それだけでは栄養が足りません。以前は茜さんが声をかけて、いろんなお店が食べ物を持ってきてくれたんですが、彼女がいなくなってからパッタリと提供が止まってしまって。正直、茜さんの人望で食べ物が集まっていたんです。お恥ずかしい話、僕らはどこにどう声をかけたらいいかもわからないありさまでして。だったら俺たちにやらせてくれねえか。え？食べ物集めだよ。俺たちがハワイ中を回って声をかけてみるぜ。なんで春日さんが？別にボランティア精神とかそんなんじゃねえさ。ただもしかすると茜さんの手がかりがつかめるかもしれねえと思ってよ。ふーん、確かにな。茜さんのルーティーンをたどってみるってのは悪くないかもしれねえ。いいんじゃないか。現状他にやれることもなさそうだ。ただやる以上は迷惑かけられねえぞ。そりゃもうやるからには全力でやらせてもらいます。なるほど、わかりました。ではお言葉に甘えさせていただきます。カロンさん、彼らをフードバンクのステーションまで案内してあげてください。わかりました。お願いしたいことは非常に簡単です。もらった食べ物をここに集めてほしいんです。ただ一つだけ決まりがありまして。食べ物なら何でもいいというわけではありません。ハワイ産のものだけでお願いします。ハワイ産の食べ物だけ？パレカナはハワイの自然との共存をモットーとしています。だから食べ物に関しても地産地消を理想としてるんです。なので魚でも肉でもハワイのものをいただいてきてください。なるほどね。じゃあ始めるか。任せとけ。お、そういやハワイでも意外と醤油って使われてるんだな。海外に行ったら醤油はないと思ってたから意外だったぜ。それはハワイがちょっと特別かもね。日本からの移民が持ち込んだらしいし。へえ、そういうことだったのか。でも日本の醤油とはちょっと味が違う気もするんだよな。
そんなこと言ったら日本でも地域によって味が違うだろう。そうでしたっけ。ああ、九州の醤油は甘いんだぜ。え、甘い。ああ、だから煮物も甘くなるんだ。俺も最初は少し驚いたな。なあ、今となっちゃその味も好きになって、たまに無性に食べたくなったりするぜ。なるほどな。んじゃ、いずれ俺らもハワイの醤油が恋しくなるかもしれないってことか。そうかもね。Run on home to mama. 後悔するなよ。よし。調子出てきた。俺のバトル。行くぜ行くぜ。こういうのか。よ、チェック。私の出番ね。手加減はなしだ。よし、ここまで完成してやるよ。気分が乗ってきたぜ。私の出番ね。
調子出てきたぞ。一体でみならねえな。よし。Take a walk, asshole. Check it. かかってきやがる。私の出番ね。覚悟。はっ。はっ。おお。調子出て。いつでもどう。やるぜ。調子がいいぜ。おや。や。よし。ここまで勘弁してやるよ。調子だぜ。いい感じだな。アルハ。おう。待て。
そうだね。I'm gonna put you in your place. さあ、行きますか。よーし。行くぜ。私の出番ね。中が早いのよね。ありがとな。Wow! Finally beat the snot in a can! Shall we have some steak tonight? すっごく嬉しそう。あの親子、皆さん本当にありがとうございました。みんなあんなに喜んでこっちも頑張った甲斐があったってもんだ。だが食料を求める人がこんなにいるとはな。ハワイでは年々物価が上昇してるんです。特に家賃は高くて、ファミリー向けのアパートなら月3000ドルほどします。3000ドル？ってことは30万円？高級マンション並みじゃねえか。ですから仕事をいくつも掛け持ちして、なんとか家賃を払ってるような人が多いんです。ほんと参っちまうよな。俺みてえなのは毎日カツカツで暮らしてるよ。トミーはもう少し真面目に働く余地があるんじゃない？うっせ。ハワイっつったら地上の楽園みてえなイメージだったけど、せちがれえ話だな。ええ、みんなが自分のことでいっぱいいっぱいになる時こそパレカナの精神が必要だと思っています。弱き者をいたわる、それをちゃんと実践できているのがアカネさんでした。どうだみんな、アカネさんの手がかりになりそうなもの何かあったか？いや、
俺はなかったな。私も茜さんを知ってる人がいないかちょくちょく聞いてみたけど、知っててもいい人、優しい人って話くらいしか聞けなかった。俺もだ。一旦空振りってとこか。そうでしたか。なあカロンさん、茜さんは他にどんなことやってたんだ？そうですね、ビーチのゴミ拾いと町の見回り活動でしょうか。これに参加するのは茜さんの毎日の日課でした。そいつも手伝わせてくれねえか。もちろんあんたが良ければの話だけどよ。え、よろしいですか。じゃあ今日は夕方からアロハビーチを清掃する日なので、まずそちらのお手伝いをお願いします。時間になったらアロハビーチに集まっている京都たちに合流してください。私もここが落ち着き次第向かうつもりですので。夕方にアロハビーチだな。ありがとうよ、行ってみるわ。ずいぶん熱心じゃない一番。え、そりゃ人助けにもなるし、茜さんの手がかり探しにもなるからよ。なんか変か？ううん、別に。おい、任せて。How's it, my man? Hey, where you headed? Roger that. Beat her in a hot minute. ありがとうございました。アロハ。Thank you. ちーちゃんの言ってた旅行代理店ってのはこの辺りか？うん、この辺りだったはずだけど。うわっ！えいって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 。ああ悪い、よそ見しちまった。怪我はないかって。ああ！
なんだ？アロハッピー。え？アロハッピー？おう、もしかしてうちのお店にご用ですか？え？ようこそアロハッピーツアーズへ。アロハッピーツアーズ？先ほどはソーリーですね。うちのアロハッピーちゃんが粗相しまして。ああ、こいつアロハッピーちゃんっていうのか。そう、うちの押しも押されぬマスコットキャラです。人気がないことで有名なんですよ。はははは、人気ないのかよ。で、ここは旅行代理店なんだよな。イエス、ここは日本からの観光客のために作られた日本人による日本人のための旅行代理店。日本語ペラペラなスタッフたちが日本人が露骨に好きそうなツアーやアクティビティを用意して小銭を儲けているお店です。私はここの店長のエリザベスと申します。まあエリザベスと言ってもそれはあだ名で、本名は山田エリなんですけどね。エリだからエリザベスなんつって。ほほ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 、まあいいや。ところで俺たちハワイっぽいことを体験したくて来たんだけどよ。さっき言ってたアクティビティってやつ紹介してくれねえか？おう、アクティビティを希望ぬですね。それならアロハピにお任せくださいな。ショーにマリンスポーツ、大自然の満喫、さまざまなハワイアンカルチャーを体験できるアクティビティを山ほど用意しております。しかも今ならなんと初回無料キャンペーンを実施中です。クソガキからクソジジイまでみんなが無料で楽しめる大チャンスなんです。お客さんはラッキーハッピーピープルです。そうかい、無料ってのはありがてえな。じゃあ早速やってみるか。オッケー、レッツアロハッピー。海だあいつ、サーフィンできんのかな。いや、どうだろう。あ、来た。サーフィン、イルカ、海遊び、なんか使えそうな気が。はあ、でしたか？アクティビティ体験は。すごかったよ。楽しかったし、刺激的だった。それになんだかこう典型が降りてきたというか、新しい戦い方の発想が俺の中に芽生えたというか。戦い方ですか？ああ、この感覚はハローワークで慣れる職業が増えた時と近いというか、なんつうか。こいつかなり頭がアロハッピーしてる客ですね。イエス。まあインスパイアというやつですかね。非日常のアクティビティを楽しむとその刺激でいろいろと思いつくというのはよく聞きますわよ。他にもアクティビティはたくさんありますから、ぜひトライしてくださいな。
次回からはマネーはいただきますけど。おう、また来させてもらうよ。あと、うちの店は常連金づるさんをつなぎ止める施策としてアロハピルームを無料開放しています。アロハピルーム？衣装を着替える時とか気分を変えたい時に使える個室スペースです。かなり便利ですから、騙されたと思って一度使ってみてくださいな。へえ、わかった。にすっかな。いいんじゃねえか、今の気分は。どれにすっかな。何を選べばいいんだ。いかがでした、アロハピルームは。確かにこれは便利そうだな。使わせてもらうぜ。アロハピルームはハワイのあちこちにあります。お店もアナコンダセンターや日本にもあったりしますので、気軽に使ってくださいね。それではまた。 See you next アロハピー。いらっしゃいませ。どれもソーコールです。お楽しみください。すげえよな。炎の棒さばきすごかったね。炎ダンスはっ。ウォ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 、やっほっ、やっほっ、うん、いらっしゃいませ。どちらにしますか？レッツアロハッピー。
ナイス。おお。これが本場の個室機か。あの踊りと腰の動きを生かして。そうだわ。うん。トロピカル。はっ。やって。ちゃっちゃ。ちゃっちゃ。いらっしゃいませ。どれもソコールです。レッツアロハッピー。おお、すげえ、最高の気分だぜ。お？ギュー！わー！あー！はんねー！おりゃ！下！お？わた！やた！やった！お？今の俺の動き、なかなか良かったな。まるで、そう、アクション映画みたいで。はっ！あっ！いやー！うわー！うん！はっ！へっ！やだっ！いらっしゃいませ。どれもソーコールです。今の気分はぴったりだな。どれにすっかな。気分を変えるか。悪くねえな。ものは試しだ。どれを試そうかな。あ、かわいい。全部着てみたいな。着替え着替えっと。俺は好きだな。まあ見てな。え？なんだ、アロハッピーちゃんか。どうした？これ、ん？アロハピプレゼンツ、トロピカルフォトラリー。なんだこれ？今、うちでやってるイベントなんよ。ヒントを頼りに写真を撮って回る企画でさ。もしよかったら、やってくんね。アロハッピーちゃん、普通に喋れるんだな。当たり前じゃ。ザブさんの前でだけキャラ作ってあんまり喋らなくしてるだけだよ。あの人、ああ見えてマジで怖えから。ああ、ザブさんってのはエリザベスさんね。はあ、タバコ吸いて。火ある？いや、っていうかお前、そんなの顔にかぶってたらタバコ吸えないだろ。おっと、そうでした。はっはっはっは。あ、さて、それはさておき、どう、やってくれる、フォトラリー。まあ楽しそうではあるけど、俺らも忙しいし、
ハワイにも遊びに来たわけじゃねえからな。頼むよ。たくさんやってくれれば商品も出るし、参加は無料だし。悪い話じゃないだろ。商品も結構豪華なんだぜ。俺の T シャツ、俺のキーホルダー、俺のタオル。それ、ただの在庫処分なんじゃねえか。はっはっは。アメリカンジョーク。いいね。なあ、頼むよ。参加者少ねえと俺、ザベさんにぶっ殺されるんだ。給料も減らされるし。なあ、頼む。わかったよ。商品も出るし無料ってんなら楽しそうだし、やらない理由はないしな。ありがとうよ、オンに切るぜ。アロハッピー。で、どうやってやればいいんだ。ああ、それな。じゃあ試しにやってみるか。それではお試し問題だ。この写真と同じところを撮ってきてくれるか。この写真に写ってるところを探して撮ればいいんだな。わかった。これだな。うまく撮れたぜ。取れたぜ。もう見事だな。そうそう、そんな感じでやってくれれば OK だ。スマホの専用アプリを開くと今みたいにお題がたくさん掲載されてるからよ。その写真を頼りにその場所を見つけ出して撮っていってくれ。一定数の写真をちゃんと撮れたら俺のところまで来てくれ。いい商品をやるからよ。わかった。ハワイ巡りついでにやってみるよ。頑張ってくれよ。それじゃ、See you next アロハッピー。ああ、アロハ。 Thank you. アロハ。 ありがとうございます。
ってろよ。ハロたんじゃねえか。悪くない気分だぜ。これが俺の真骨頂よ。また成長しちゃった。よし。よっしゃ、行くぜ。よし。手加減はなしだ。こいつは重いぜ。調子がいいぜ。何？よし、やるぜ。私の出番ね。やるの。はあ？やるの。調子出てきたぜ。You're wasting your time。やんのかい。悪く思うな。次ここまで勘弁してやるよ。よし。Really pissing me off。さあ、行きますか。よし、上昇上昇。まだ強くなれるだな。また強くなっちまった。吸収が早いのよね。よし、